富山の堀光堂です。今回ですね、選挙と奥さんということでお話ししたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでですね、選挙に男性の方が立候補された場合ですね、選挙に男性の方が立候補された場合ですね、街頭演説とか当選した時にですね、こう万歳とかしますよね。この万歳の時にこの候補者の男性の候補者の隣っていうかね、その横っていうかに奥さんがね、いらっしゃること、そういう光景、結構まあ、選挙ではね、まあ見かけるというかよくある光景なのかなと思いますけども、逆にその女性がね、選挙に立候補した場合ですね、女性の候補者ということになると、男性っていうかその旦那さんの姿っていうのはあまり見られないのかなと思います。はい、ということで、なぜ、選挙にその男性がね、立候補した場合、まあ、既婚者の場合ね、既婚者の場合なんですけど、男性が立候補した場合、その選挙に奥さんが出てくるんだろう、奥さんが必要なんだろうか、ちょっと僕本当に疑問に思ってますので、もしね、分かる方、教えていただければなと思います。で、ということで、富山の堀光堂でした。ありがとうございました。